それでいて、これじゃもう怖さは熱くなっちゃうしね、それでこれじゃもうダメだってわけで、やっとの思いで信州へ6月26日だったかな、たどり着いたわけで、信州さんにようやっとたどり着いたって言って、べったり寝込んで、またそれでまた1週間ぐらい寝て、そしてね、あれしたら信州の爽やかな空気と涼しい気候でね、それで元気回復してきたんですね。そうしたら、これでもう大丈夫だって、熱がようやっと下がったって取れたって思ったら、途端に翌日から毎日往復1里ぐらいの散歩には毎日夕方出てるからね、私だからな、絶対安静から今度1里ずつ散歩してるっていうのでね、そういうようなあれなんで、ちょっと説明できないんですね。これで1年のうちでも5月から先はダメなんだし、10月までダメなんですね。そして秋から冬にかけちゃ大いに元気で、あれなんだけれど、一日のうちでもね、朝はいい、なんとかね。これが夏ですよ。この小畑じゃもう全然ダメだけど、信州に来てる限り、晩から朝にかけちゃとにかくいいんだけれど、日中こう温度が上がってくるときはもう起きてられないでくしゃっと寝ちゃうっていう、そういう妙な体質なんですね。しょうがない、これ無理なしで行くよりかしょうがないと思ってるわけですが、そんなことでね、しかもね、今度のかあれは未だにね、私本気でこう本当に治ったってまだ思ってないわけですね。ちょうどこの今日は立秋かなんだけど、日本列島にまだ梅雨前線が停滞してるってね、あれと同じだから、これは私ね、まだその風邪ビーブスっていうのかね、あれがなんとかどっかへこう停滞してる感じでね、それで、ね、もう今年はもうせっかくあれだけど、無料寺のね、集いにも出られないで、あやまさんにそう言ったんだけど、なんとかって言ってね、そうと結局の話、寄り切られたというわけですね。それでもね、私としてもね、いいかっこしいのとこあるじゃない。少なくとも、無料寺の会って女性の会と。この女性の前にね、いかにも、おいさらばえた格好で、それで何言ってるか分かんないような話をぐずぐずっていうのはできないんで、それで少なくとも2、30分ならね、その程度のことだったらできるかもしれないってわけで、お茶の会の時に2、30分っていうね、つもりで、あれしてきたわけで、その間に、生きのいい話だけはするわけでしたいと思うわけですね。で、それでね、今言うように、この無料寺の会は、女性の会だ。それで、女性ってやな、何かってやつ、男性と比べてね、子供が産めるっていう、能力を持つっていうところで女性なんです。それでね、何を喋るかって考えて、結局、子育ての話をさせてもらおうかっていうんでね、思ったわけです。そしてね、結局の話ね、あれですね、私が喋った話ね、聞き流されてもつまんない。メモとして、あれしてほしいっていうんで、このワーコっていうね、また下手な詩みたいなものを作った。こ
これはだからね、今日の話のメモとして、だから、詩として見てもらっちゃう。あんまりかっこよくない。そのメモとして愛してください。思うところは我が子も他人。命としては確かに続き、我が子を産んでも続く命を拝まねば、赤の他人が育つのみ。続く命を拝んでいれば、たとえ我が子を産まずとも、出会うところは皆我が身内、ことごとくこれ我が子が育つとね。まああれなんですが、大体ね、私はね、まあご存知の通り規模雄大な男だ。ちょこちょこと俺の一生の生活ぐらい考えてられる男じゃない。そうじゃなくって、いつでもね、永遠の人類の生き方っていうのをね、それだけ考えた、それだけをテーマにしてる。で、そういう、観点からね、我が子を産むっていうことをね、考えると、とにかくね、人類が、相続していくっていうことね、これはね、関連的な人類が関連的にただ相続、存続するんじゃないんですよ。一代一代ね、ピリオドを打つね、少なくとも一生の間、長生きしても50年、60年、あるいは70年、80年、この頃じゃ90年、100年まで付け加えなきゃならないかもしれないけれど、それでもそれだけでピリオドをみんな打つ。そういうピリオドを打つ、人間の生涯が、連なって、そして人類っていうのが存続するわけですね。それで、その間に子供を産んでいく。で、繋がっていくわけです。それでね、ところが、今の、人類の存続っていう点から考えてですね、今のままね、子供をね、みんな産み続けていいもんかどうかっていうのが、これ最大のこれからの問題と思うんです。もう地球上50億だって言うんでしょ。これ100億になるのはもう、全く目の前の出来事なんですね。私の、子供の頃って進学校へして勤めてた頃ね、30億だったの。地球上30億のうち、3分の1はカトリックって言ってね、カトリックの神父さんが、自慢言ってたのを覚えてるから、あの頃30億だった。それが今、もう40億、あ、50億か、なってんでしょ。それで、これがね、あれ100億になるのはもうすぐだ。それで、ところがこれだけ産み続けたら、一体どうなるかって言うと、まあ地球がパンクするか、食い物がなくなるかね、あるいは、あれ、ネズミがちっちゃな島でもういっぱいになると、そうすると群をなして海の中、死の大行進するっていうじゃない。ああいうのと同じように、今やの人間がね、ロケットがね、今の自家用車並みになっちゃってさ、そしてみんな各個別にロケット持って、それでどっか宇宙のどっかへ飛んでこうって、みんなロケットバーって、それで地球でどっか住むとかないかってね、あれして、ネズミと一緒で海の中へ溺れて死ぬと同じように、宇宙の中へ消えてなくなるかもしれない。それより前に、まあ戦争すると思うな。そして、ヒカドンって言ってね、それでもう、全部終止符打つかってね。まあ、今のまんま増え続けると、少なくとも人間が全て狂っちゃうことは事実だと思う。それでね、その点、どこまでもね、
遠の人類というね、の観点から見て、そういう行き詰まらない、その本当の生き方っていうのね、本当の子産み子育ての仕方っていうのね、我々どうしても考え、問題として取り上げなくちゃなんないんだと。それをね、全く今の人たちそんなこと考えてない。私はそれが規模が雄大で頭がいいから思ってもう本当に私の考えてるのはもういつでも3年や5年じゃない、10年や20年じゃない、200年や300年の話でもない、いつでも永遠のね、人類の将来っていうのを考えながら発想する男なんでね。そうするとどうしてもこれは問題なんですよ。で、まあ、そういうことをね、本気になってね、我々考えていかなくちゃなんないんだと思う。それがね、例えばね、そういう意味でもって子供を産むってことは、種族保存っていう意味でね、大事なことだ。しかし、それだけ大事なことであるがゆえにね、同時に自分の今言うようにそのみんなピリオドを打つわけですね。ピリオドを打つその一生を生きてる、その一生において、としてのその生存目的というかね、生存生きる生きがいだ、生きがいの問題ともこれ密接に結びつくっていうより一つの問題として考えた。要するに種族の保存と、それから個々の人間の一生の生き方とっていうのね、これ一つにして考えなきゃ本当のあれが出てこないってことですよ。ここのところでよくね、私みたいな雄大な男だとそれは当たり前のこととして喋るんだけれど、桁が違いすぎるもんだから皆さんわかる。それ困るんですね。ところが実際にもう皆さんのもう一生のうちにね、起こる出来事かもしれない。それでその辺本気になって考えてほしいと思う。でその点、例えばね、まあ一生永遠としてね、働いてようやく築き上げた身体っていうのね、それを我が子がパパッと使っちゃったって、あるいはそれでもってまあご苦労した、これでもそうすると親父さんとしては一生築き上げた身体は一体何だったんだということね、俺は一生何だったんだって考えざるを得ないと思う。あるいはその我が子があれですね、大きくなって、もう我が子を楽しみに大きくしたんだけれど、それがヤクザになっちゃったってね、ザヤクザってそれで海外にまで愛したって言ったって、これね、やっぱりそれで牢屋や出たり入ったり、これもこうあれでしょ、一生親として一体俺の一生何だった、あるいはヒトラーみたいな子供を産んで育てちゃったって言って、おっとこれ人類のために、何百万人だか何千万人だか殺す人間が育てちゃった、これ本当にね、親の一生の生き方と子供の本当の子産み子育てとっていうのはね、一つにして考えなきゃならないかと。ところで、あれですね、その、子産み子育てと、それから一生の生き方とっていうのね、うまくこう、結び合わせてね、そしてこれを制度化したのがね、中国のね、家制度だと思います。それで、それと、儒教ですね。これ、儒教的中国人はその点先祖代々から、それから子々孫々に至るまでが
1単位だ。そして亀をあげるっていうね、亀にあのみんな生きがいを持って働くっていう。そうなってくるとあれですね、生きる目的ははっきりしてるわけだ。そして中国人の場合ね、その儒教っていうのはね、それを本当にうまくあれしてるからね、うまく考えた制度だと思うんですね、儒教とか家制度っていうのはね。ところがね、まあそういう、その家制度を主体として自分っていう個人はその中の一分子だっていうのをね言うと、そうするとこれあれですね、家のために個人が犠牲になるっていうことね、があるのはやむを得ない。しかしながら、その中国でも、中国から広まった東洋のね社会でも、この昔の各家の家業ですね、家業とこううまく結びついて、そしてその家制度っていうのは東洋じゃ今までずっとね、やってきてると思う。そしてそれにおいて亀をあげるっていうのが、生きがいとしてみんな働いてきてるんだと思う。それに対してね、西洋人っていうのはね、家っていうことをもう考えないじゃないと思うんだけど、しかし、西洋人の場合、なくても個人主義の方が優先をする。そして家のためにその個人が犠牲になるなんていうことはね、馬鹿らしいって考えてない。それでそれじゃあその個人的な生きがいとしては何を考えるかっていうと、西洋人の場合やっぱり自由だと思うんですね。俺の思った通りの生き方したいっていうね。それでまあそういう自由。ところがこれ近代以降ね、これキリスト教的な場合はいい、時代は良かったけれど、近代以降これが物質万能主義になっちゃってる。そうするとこのそれと自由主義と結びつくとどういうことかっていうと、俺の欲望満足主義が全てになるね。それで要するに個人的欲望満足を最高価値とすると、キリスト教時代は、まあ、神様があった価値としてね。ところが今の、欧米社会になると個人的欲望だけが全てのものを判断する最高価値ですね。そして日本人ときたらね、日本人ってやつはもう私いつもあれですね、いつでもこうなんていうかね、椿吐きたいような気分で見るわけで、それっていうのはね、日本人っていうのはね、その今さ日本歴史上ね、自分の目で自分の生き方を考えたことのない民族ですよ。これよく知っとかなきゃ。本当にね、こんなくだらないことないんだね。儒教が渡ってくる頃には儒教のこの仁義の道を言え、最高価値と思う。仏教が入ってくるとなんだかわけわかんない、自分の人生とは結びつかない菩提涅槃の道を、これを最高価値として生きるね。それで今度明治以降あれすると、ほら明治以降いろんなものが西洋から入ってきてからね、キリスト教を生きた人はキリスト教の神様が一番いいと思う。あるいは実存主義って言うと、実存主義はこうなんだってね。それからまた今度あれだ、共産主義へ行っている人は共産主義って。この頃向こうの方では何が流行ってますかねまるでね、いや私も
あの早稲田で哲学科出たから、いわゆるの哲学やってる連中の先生方のあれを実際の風景見てるんです。今日本人の哲学のやってる人たちっていうのはね、要するに若い女の子がこの頃何が流行ってんのかしらって追っかけてんのと同じだもん。今向こうで何が流行ってるか、それにくっついていくだけだ。でこれもう本当にね、日本人っていうのは自分の目で自分の生きる道を考えたもん。で今はだからアメリカ的なあのあれですね、欲望満足主義だけだ。それで追いつき追い越せっていうの、追いつき追い越せっていうのはね、もうその欲望満足至上主義、そういう地盤を前提として追いつき追い越せやってる。それで、ね、だから切った金持ったっていうと、いわゆるあの大正の初めの頃成金っていう言葉が流行ったね。私も子供の頃に成金っていうのが最低その軽蔑すべき人種として、まあ子供の頃からそう思ってた。ところが今あれしたらみんな世界中へこう散らばって This is money って、ね、それで物を買ってくるんだ。それだけしかあの、あそこへも行ったここへも行ったって地球上あのどこへでも行くから、どれほど英語ができるのか、外国、あの、フランス語ができるのかっていうと、そうじゃない。自身マネってだけして、それで世界旅行できるっていう。こんなね、成金、的なね、人間っていうのは、これ、最低だ。それで、そうでないね、その、日本っていうのは、だから、いわゆる地震国日本ですね、私が言う。次に進む国だ。決して先進国になった覚えはないんだね。いや、ブルブル揺れるね、地震もよくあれするけど、この次に進むっていう意味の地震国ですね。決して先進国になった覚えはないんだってこと。それは今、あの、日本人が先進国になったつもりでいるっていうのが、あの、腹が立つんだ。先進国は私一人だ。私は全くそういうね、あれとは関係なし自分の歩みやって。私は折り紙好きだから。折り紙やったら折り紙っていう言葉が、もう今、あの、世界中に、あの、日本語が通用するようになった。座禅やってたら座禅中国、言葉が日本中に通用するようになっている先進国。それでね、その点ね、あの今のような時代ね、あの今の現代のような日本風潮にあって子供を産む、あのもう今言うように儒教的なあのあれですね、親孝行とかね、家のためにっていうような時代じゃないんだからね。それ全部外されてんだから、それよく人を産まなくちゃな。ところがでね、そのだから自分の老後の面倒を見てもらうために子供が産むって言ったら、これは大きな時代錯誤ですよね。ところがね、あのそれの頭でだけ分かって、そして私はあの子供の世話になろうとは思いません。だけどもうかっこのいいことを言うやつがいるね。それじゃあ、あのあれであれですね、そういう連中が年取って、それで我が子からあの老人ホームへ送り込まれたんだか放り込まれたんだかわからないよけど、とにかくあの老人ホームへ行って、私はこれで満足してますっていう人は、私、まあ、老人ホームの実態知らないから、あれだけど、おそらく自分の一生働いてきて、我が子だけは育ったから、もう私は老人ホームで満足してますっていう人は、あんまりいないんじゃなかろうかと。そうでなしに、おそらく老人ホームの実態としては、
みんなね、この我が子や我が子の嫁ですね、みんなどんなにこれだけ苦労して育ってやったのに、こんな一人に寂しい思いされたって言ってね、おそらく老人ホームっていうところ、そういう不平の座談会やってるとこじゃなかろうかと思うんですね。だから実際は知らないですよ。だけど想像としてそう思えるんだ。それで、その点ね、親孝行時代っていうの、道徳がね、で枠がはまってる時代は、その点我が子に面倒を見てもらうっていうのは当たり前だったけど、今はそれが枠が外されてる。それどころかね、あれですね、一家仲良く楽しくだんだんなんて、ね、そんなことを夢見てる我が子を産むのさえももはや期待外れになるっていうことを覚悟して産むべきだ。今の時代ね、我が子だけはと思ってるけど、それが間違いです。もう今全体の学校全体の雰囲気はそうなんだから、我が子だけはそうしたって言ったって学校でそうでなしに、あれみんなの風潮に従うんだからね、我が子は。その辺難しいんですね。でまあ確かにね、3、4歳頃まではそれでもね、親の言う通り育つでしょ。そうするとほら、まあ早い話が、お母さんがこう目尻下げてね、かわいいかわいいって言ってるのはね、まあいいところ3、4歳頃までだと思うよ。それから5、6歳になったらもうそろそろ反抗期になってくるじゃない。そうするともうお母さんの方も今度は目尻つり上げて、そしてヒステリックになって、あしちゃいけません、こっちはいけません、それでまあ追い立てられているんじゃないかと。それからもうだんだんね、あれすると、子供は子供なりの思いを持つようになるからね、お母さんの思いと子供の思いとはもう違って育つね。これが我が子は他人だ、思いとしては我が子は他人が育つ。しかも今言うようにね、今の時代はね、利己的欲望満足を最高価値としてるっていう親ばっかりでしょ。そうすると子供もね、ちゃんとそれに育つわけだよ。その親の生きる姿勢がちゃんと子供にも移る。そうすると利己主義と利己主義だからね、俺はぶつかんの当たり前で、それで、我が子は他人ね。それで、その辺ね、まあこれ毎度言うことだから聞いた方も多いと思われるけれど、少なくともね、子供の時にね、欲望のブレーキだけはかけることは教えとかなきゃいけないね。今の人たちは、まあ、三つや四つの子供のね、欲しがるものを買って与えられないっていう親は、まあいない。昔はたくさんあった。今はない。そうすると、あれ欲しいって言うとすぐ買ってやる。それとあ、これ欲しいって言うとすぐ買ってやる。そうするとね、例えばね、それでもってね、子供の時の家具ができるわけですね。例えばこういう、あれが、子供の時にね、こういう、家具で、家具っていうかね、あるいは芯って言ってもいい。こういう芯ができたとしてもね、そうするとこういうね、価値判断でね、子供は育っていくわけ。ここのところへ、こう、なんかは、生きていくときに、ここのところへ、こう、また、物がくっつくわけです。それで、だんだん、これだけは、またこう、伸び、これだけは伸びていくわけですね。そして、こうなって、
対して初めにこういう角だったら これだけがあのこのところにこうくっついてるから、それでまあ雪が大きくなってくるとどんな日だろう。だから子供の時の価値判断っていうのがね、結局は大人の価値、大人になってまでの価値判断に成長していくわけですからね。子供の時の心、核を育てるのが大切だ。それでね、まあ生きている場合、まあ生きていくっていうことは、人生運転、車の運転みたいなもんだ。それで、要するに欲望っていうのはアクセル。俺はどうせね、だんだん年取るにつれて、そのアクセルは、あれするわけでね、大きくなって。それで、ハンドルってやつは、それをまあ、操作するね。それに対して、ブレーキってやつね、これは、小さい時に教えておかないと、ブレーキかけた覚えのない人間です。でね、ただ欲望だけをあれしてブレーキかけたことはない。そんなのがあれしていくと、その三つ四つの頃は好きなものを買って与える。しかし七つ八つって、それが十二三ってね、だんだん伸びていくでしょ欲望は。それに、ブレーキかけたことなしにあれ欲しいやこれ欲しいで買ってやってたとすると、もう十七八になってくると欲しがるものが親の、財布じゃ賄えなくなるっていうね、いけませんってこう言うでしょ。そうしたらどうです、ね、今までこうスピードかけてたのに、キャッそのブレーキかけたわけ。そうしたらこれスリップするわけ。それでとんでもない、スリップになっちゃうね。だから、そうしてね、今度は、あれですね、今度もう年取ってきてね、親がもう実際的に何もくれなくなったっていうと、それでまあ嫁さんも持ったって言ってね、言うと俺親はもう用済みなんだ。結局ね、我が子にとっては、親は我が欲望を満足させるための、道具だ。それがもう役に立たなくなった、用済みだ。早くだから遺産を、渡して、そして死んじまえって。こういう、人たちが、実際にたくさん今の日本にはゴロゴロしてるっていう。いや、皆さんもそう思ってやってる人がいると思う。それでね、結局、ところが今度それを親の立場になってみたら、これは悔しいっていうね、いうことになっちゃう。で、こんなね、ことをね、考えてみると、今の現代のような風潮でね、我が子を産み、我が子を育てるね、こんな馬鹿らしいことはないんだってことをね、私も、私は朝日が早かったからね、もう、あれだ、二十歳そこそこでそう思った。そんなバカなことあったんです。で、何のメリットもない。これみんなね、よく、まあこう、海、まあこう、このまあ、一生懸命働いてよく育てるなってね、もう思ってた。それでいて、我が子に面倒を見て、年取ってからも我が子に面倒を見て、もらうつもりありませんよって、ね、かっこのいいことを言うのね。それがもしできたとしたら、これ、少女。成人ですよ。どうせそれはね、そんなこと、バカなことはないもん。で、当然ね、今やね、時代は移ってるんだ。儒教時代を夢見て、それの続きでって言ってね、思ってたら大違いだっていうことをね、よく知っとかない。それで結局ね、この際はっきり、
あれですね、目を開くべきは、その、思うところは我が子も他人だ。思うって言ったらね、もう思ってることはもう我が子も他人だ。そして命、しかしながら命としては確かに続いてるんだね。で、我が子を産んでも、続く命を拝まねば、赤の他人が育つのも、俺も本当にそうなの。それでね、ところがね、これからが話、大切なんですよ。この続く命っていうのは何だ？その続く命っていうのはね、血のつながり、あるいはエゴイズムのつながりと、そんなことを考えてるから、浅はか。そして、そんな浅はかなつもりで我が子を作るから、この赤の他人が育っちゃう。ね、で、だからね、今、その、続く命を拝むっていうこと。これはね、本当は私が今までに喋ったり書いたりしてることは、ただその一義を喋って、あるいは書いているわけですがね、だから今日は、その、もう、それをもう、くだくだと喋る体力もないから、ギリギリの話をね、させていただくとすると、その、大体ね、その、今のように、自分の欲望を満足すればいい。あるいは、我が子だけエリートコースへ行けばいいって、もう、みんな考えてるでしょ。それは続かぬ命であることはわかるでしょ。その、少なくともね、俺だけっていうのは、もうそういう囲い持った。みんなが囲い持ったらね、続かないに決まってんだ。このくらいは、まあ少なくとも誰だってわかるだろうと思うんですね。それで、その、続く命っていうのは、そういうのの正反対だ。それで、それをね、その、続く命っていうのをまだまだと見ようと思ったと。まず、もはや、他人になってしまった我が子をよく見ればいいか。我が子は、もう思うところは全て他人なんだ。我が子はね、何かにつけて、その、親の反抗をし、何かにつけて、親からむしり取ろうと思ってるって、そういう我が姿を見なきゃ。これ、どうせね、我が子っていうのはね、親の、生きる姿勢の審判者ですよ。その裁判官が、あなたの生きる姿勢で生きるはこういうことになりますよってね、やってみてんの。それをよく見て。でだから、確かに思うと、もう他人になっちゃったら我が子、見ておく見て。しかしながら、我が子としては確かに繋がってんだね。そして今私が言う続く命っていうのをね、それを逆に見る、ひっくり返してみる。結局、他人も我が子ってこういうことだ。我が子、自分の我が子ね、血のつながりである我が子はもう他人になってるんですよ。その他人をよく見てみたら、結局、つながってんだ。だから、他人も我が子っていうことだね。そういうね、続く命は、他人っていうの、続く命ってどういう続き方するかって、そういう他人も我が子っていう続き方なんだ。このところよく、まあ、うちに帰ってからよく考えてます。続くっていうその続き方ね。いや毎度ね私はなんかちょっとその自分の話にしてねお聞き苦しいでしょうが、しかしながらねまああえて言わせていただくならね、まあ私はね
いですね。弟子たちね、たくさん持ってる。この弟子たちがまた、本当に我が子よりは我が子なんです。本当によく、ね、私、あれしてくれてるのね。いや、これ、弟子だけじゃない。私を取り巻く、人々っていうのね、本当にね、あったかく私、いつも、迎えてくださったよね。これはまあありがたい。こんなね、結構な晩年を送ろうとは私は思っちゃいなかった。だけど、実際に、結構な晩年を送らせてもらった。これまあ、これから先どうなるかわかんないですよ。どうなったってもういいんだ。これだけの晩年を送らせてもらっちゃったら、もうあとはね、どうせ用済みなんだから。どうもあってもいいと思ってるけどね。しかしまだ、とにかく、私の取り巻く、その、弟子、並びに、その、弟子に準ずる人みたいなね、こう、仲間、雰囲気あるじゃない。この雰囲気はあったかいもんだ。それで、本当にありがたい。これね、私考えてみたのね、結局ね、私、この無料寺来たのがもう二十何年前かね、二十年以上前です。そうだね。とにかくね、20年ぐらい前だ。その頃から、その頃だってここで喋ってんのね、出会うところ我が生命って話してたからね。結局ね、出会うところ我が生命、出会うところ我が生命の分身だ。出会うところ、その我が子なんだ。それだけ言って。そして、まあ、私実際に出会うところみんなそんなつもりで、こう一生懸命、出会ってるわけだね。そしたらいつの間にか晩年になってあれしてみたらあったかい雰囲気だったっていうのはこう、これさっきも言うようにね、このあれですね、人類が存続するっていうのをね、これはここの人間がそのピリオドを打ちながらそれをがこう続いてるわけですね。だからここの人間がね、もう完結して自分が良かった、自分の一生として良かったと思えないような人間が続いちゃ困る。それで結局ね、まあみんなそれぞれが自分の一生としてああこれで良かったっていう、そういうのが続いてって続けばこそ人類としても向上するんだ。それで私が今あえて自分の話させてありがたいって言ってるのはね、そのありがたいありがたいから皆さんもそういう生き方なさった方がいいってことは言ってるんだ。だから決して私その綺麗のと言ってうわ体裁のいいこと言ってるんじゃない。私本当にこのもう私も75になっちゃった。75になって、それでまあ結構だなと思ってんだが結構じゃないですか。それでね、これ、まあそういう、出会うところは我が子、出会うところは我が生命の分身という、この一義ですよ、続く命っていうのはね。そして、結局、だから今、その、続く命を拝んでいればって、これ拝むっていうのはどういうのかっていうとね、私が少女北斗に書いてるけど、拝むとは二つが一つ。